そうか。アイドル、女の子も、女の子のアイドルも。でも僕らはずっと大阪で NMB ちゃんと、番組やらしてもらってた。でも NMB ちゃんは、はい、かまいたちがいるじゃん。そうなんですよ。もうそのイメージなんですね。確かに。うん、じゃあ相当、だから今出たてぐらいの子と組むのが一番いいってことですよね。誰もついてない。と、はい、いいんじゃないかなと思うときある。いや、でも、その NMB の、うん、番組の MC させてもらってたんですよ、うん、大阪で、うん。で、卒業するときさ、うん、僕ら、東京行ってもって最後ボケで、うん、ボケでじゃないですけど、うん、そのオタクの方も観客多いじゃないですか、うん、僕ら仮に東京行って活躍して今後他のアイドルさんとお仕事させていただくことになっても、うん、NMB を箱押ししますと、うん、全員ねメンバー押しだと、はい、じゃあほんまにオペラぐらいの拍手起きて、オペラ歌い終わったぐらいの。あとちょっと待っとったら、スタンディングされとったよ。いや、そら嬉しいよ。いや、でもほんまに僕は思ってるんですけど、うん、そんなん言うたら矢先に、その他のアイドル行った方がいいですかいや、でも、はい、あなたが言っただけですから。あれビビーはちゃうんや。はい、ひどいやつやな、ま、お前。また別枠で。ビビーはね、ドライなのよ、これ。また別枠なんで、それは。ね、自分たちを高みに連れてくれなかったらどうだったでも今、はい、受付中均等に乗ります僕は。でも個人で言ったら、うん、僕ら渋谷渚ちゃんと結構タッグというか、あ、一緒で、あの子面白いもんね、はい、なんかむっちゃ似てくる感じします。今の見取り図と渚が、うん、確かに。なんかその大阪在住やけど、うん、東京行かしてもらってて、もうそうね、そうなんですよ。ようなマックス週4とかであったりしてたの。ほんまに。どの芸人よりやんの？一回、ほんま始発の品川駅で、うん、渚とすれ違った時に、うん、もうええわ言うてもらった。僕、校内で。もうええわ言うて。漫才芸でも出んだな。そんぐらいあるんで、渚はそうよな。そうやな、うん、めちゃくちゃ。パック感はありますね。そうなんだ。